災いや不幸が起きやすいと言われる厄年人生で何度も訪れその度に不安になる人も少なくないでしょう厄年は私たちの人生に本当に必要なのでしょうか今日は日本古来から信じられている厄年について考えます まあ役年は翻訳とその前の年の前役その翌年の後役がありますよね、はい、前役翻訳後役に該当する3年間は災いが起こりやすいとされている、うん、まずそのなんかな長って思いますけど、ねうんうん、3年もかいって思いますけど千葉厄よけ不動産によると男性の翻訳がこれ本来数え年でね役年っていうそうなんですけれども、はい、ちょっと分かりやすく万年齢で言いますと、うん、男性が「 3歳24歳41歳61歳、うん、で女性の翻訳が3歳18歳32歳36歳<れ>61歳となる女の人の方が多いんだ。 そうなんですよ。腹立ちますよ。しかもそのさ、三かける。三十二歳、三十六歳ってさ、三十代ずっと。役厄介みたいな。本当にそうなの。私も三十代の時、本当にイラついてた。それで。それに。それで。その設定にまず。ちゃんまだもしたいよね。もうしたい。どういうつもりで。ちょっとテンション下がるね。そうやって言われると。あまりにもひどくない。三十代の女の気持ちが。そうよね。あと、多分、その女性の社会進出とかによ。 で、キャリアが変わってってるから、うん、なんかよ、うん、より打撃がないよね。あの、まあ、おそらくは結婚して、出産してし、うんはい、もう出産をし終えてだよね。うん、子供を産み切ってですよね。で,ねうん、で、あとは育てるだけっていうところで、まあ、出産続いたら、体にも結構、ね、ダメージ来ているしそうこ,こそでも大変だから。 でももうこの時代のさお嫁さんなんてめっちゃこき使われるだろうから辛いですよだから体に気を遣いましょうねの意味だったんですかねちょっとねと薬土師の歴史まあ諸説あるんですけれども発祥はそんな明らかになってないんですが薬土師の研究をされている宗教学者島田裕美さんの記事からちょっと抜粋させていただきます平安時代の書物とか源氏物語に薬土師に関する記述があるんですって、はい、で江戸時代になってから一般庶民にも広まったと。 で数え年で男性42歳女性33歳がこれ大役役という認識が定着したのも江戸時代これ42歳は「死」「に」33歳は「三三」の語呂合わせだったとだから何回もある役年のうち男性の42歳と女性の33歳が主にめっちゃひどいよっていう意味ですよねうん、うん、なんか納得いかんな。<laughs> 当時男性の42歳は 過剰的立立場場になる立場年齢女性33歳も出産を終えた主婦として家庭の中心人物になる年齢だったと。うんうんうん 立場とか役割が変わりやすい年齢に差し掛かると厄年であることを実感させるような事件に遭遇することも珍しくないため、うん、人々は自らの体験を通して後世に伝えてきたと考えられているうそうなんです<ー>そうなんかね私聞いたことがあるのがなんか占いとか、まあ、いろんなこう流派というか種類あるじゃないですか、うん、あれも、まあ、統計学というかねデータの積み重ねで大体こういう人はこんな感じっていうのが導き出されているのでまあ 年も同じようになんかみんな悪いこと起こってる時期このくらいに集中してますよろしくみたいな感じで言われてるのかなって厄除けやってねみたいなちょっとねそこもあると思うんですよやっぱりしうってねそういうこともあると思うんですけど。 そううでですすすねねかかかなななっていいい認識ももありまゼロじゃんただこの発祥を聞いて人々は自らの体験を通して後世に伝えてきたっていうところにすごく共感して私がちょっと厄年の話をすると自分からしなくても「それ厄年だからだよ」とか言われたりとか周りの知り合いでも男性の厄年24歳の時に上司からパワハラに遭い職を 外され、朝へとか、うん、離れ、うん、ハローワークに通い、あの頃は辛かったです。うん、とか、なんか女性でも、夫とうまくいかず、離婚になりましたとか。皆、うん、さん、こう役年エピソード持ってる。えー、これ日本だけなの。役年はそうですよね。日本人にだけは悪、うん、い。日本はなんかおかしいよな。<laughs> ちょっと思い出してみてほしいんですけれども薬剤師に関して不安を感じている方は6割以上もいる結構いますねあとこれマイナビの調査によると薬剤師に起きたことの中で不幸な出来事ありましたか75%の人が「はい」意識もあると思いますよもちろんねちゃんとした統計は取れないけれどもマーフィーの法則だかなんだかでさんかってはね悪いこと起こるって思ったら悪いことって起こるみたいなあんうら凌さんは3歳24歳41歳3覚えてねえな で24はレギュラー番組とかが一番増えてた時期じゃないかなウハウはってい言い方がど, <laughs> どうか分かんないけど、まあ、い勢いに乗り出した乗り出すぐらいの時じゃないそうよ<ー>、うん、ブタキムブタキムの頃よねそう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 、うん、だから、まあ、伝説の CM か分かんないけど <laughs> か分か多分勢いに乗り出したなんかエンジンさあ芸能界でなんか勢いに乗りますよ的な<時>こん感じだと思う。 でき41歳はもう結婚もしてあ家建てたのがこの,後のあと<ー>な前役年何もなくてやっぱないよねほんで後役だからとかその辺で言われてて買ったのがだから俺役年に買ってるあっ思うて、うん、全く気にしねえと思って買って立ったのがその次の年だから後役で立ってるから買うん買ったのはよ 役としてかって。そう、りょうさんのお話伺ってると、こうなんか、アクセル踏む時みたいなのが、ちょうど。になってるかもわかんない。逆になんか、自分で。辛いことがあったなみたいな。覚えはね、辛いと、こうあったの、全然もうちょっと後でその後。何笑ってんの。後にあった。っめっちゃ笑ってる。何を思い出してんの。すごいテカテカしてる顔で。なんで、ちょっと。スイッチが入ったかのように、けたけた、けたけた。 60歳までな大会見の時のことを思い出してるねーねーねーじゃないよ自分から振ってきておいてなぁやめようややめようじゃないこちらの方が辛いことあったとは違いましたもんねって言い出したのそんな感じでしたでしょ今ね私もに41してきたときにあの子あれはもうちょっと後だったはずなんであれ基準なんだよ 山内さんは3歳18歳32歳36歳どうでした今のところ3時代は良かったんですけども唯一あこれはって思ったのは3歳。うん なんか私ね、<歳>なんか変な皮膚病を患ってて,てん、うん、なんか幼稚園に入園した時に一番可愛い時期じゃん、えー、3歳なんかね丸坊主にさせられてで、えー、女の子ですごいなんかスモック着た丸坊主の女児がテックされながら写真に写ってるみたいなっていう3歳でしたねあれがよくたあ。あんまり女の子が丸坊主のやつってあんま見ないよね。<laughs> あ 戦後間もなくのそれか気合の入ったパンク系のねあの女性アイコニックみたいなそうアイコニックでよく出ますね相当あでも十八歳とか大学一年生の時はで確かに十八歳結構まあいきなり大和から離れて一人暮らしとか始めてすごいいろんなことが起こって確かに。 しんどいことたくさんあったんですけどもああ今から振り返るとあの時私は成長したって確実に思えるあなんかその辛さを、うん、成長という 変えられるかもしれませんね。そうな、ん、の、そうなの、本当に。特に若い時期のこう辛かった、苦しかった、うん、悩んだっていうのって確実にただの成長だから、そこをステップに次のステージに行けたっていうのがわかるから、あんまり嫌な感じはしないです。むしろ記憶に残っているっていう感じですかね。思い出深い年だなっていう。うん、時薬でございます。<ー>後からは言える感じです。そうですね。その時今だから、ね、そうなんですよね。えっと、家中にいると。 自分はそのまさに渦中だから心配事になってるかもわかんないけど、うんうん、後から、あ、あれってこういう意味だったんだになるはずなんですよ。うん、はあ<ー>。そう,そうそう。え、じゃ、その。二十四歳のそのブキム時代も、はい、そん、それはそれって大変だったというか。<laughs> いや、俺だけど、ぶっちゃけ言うと。この数字で言うと、大変だと覚えじゃなく、自分の中では勢いがあった。イメージの時と、ほんで四十一も、子供も、えー、っと。 大きくな小学校になるぐらいの時かなって考えるとなんかお一番順風満帆というかそんなタイミングやったよ両方思っきり家買うなんてやっぱいい時期ですんそうそうそうそのあとですよ 西川さんのやつは、は西川さんのやつは。あれ言ってる意ないで俺のやつじゃないよ。<れ>俺のやつはもう西川さんのやつですよ。もうそうなってくると、あなたが言いたいやつはです。ち,ちなみになんですけど、そのちょっとお辛い時期はお辛かった。ったんですか。二千九百二千十九年の六月です。六月何日でございます。じゃ<お>特に厄年でもない。ないです。ほんで,で、ね、その後えっ、ー、とうん。 その三日後に、結婚記念日が来たので、しっかり覚えております。涙出そうですね。出ないね。僕、今本人はもう、ちゃんと、時薬、だ時薬。時薬ですよね。まあ、でも、改めて、なんか、皆さんのね、厄年のお話を伺ってると、確かに。必要であるのかなっていう、気持ちには、今なってきてて。そう、あってもいいかもっていう。その、辛さを、成長と捉えるのであれば、確かに、そういう、あの。 ピ,ピリオドっていうか、うん、チョンみたいな時期が人生にあってもいいのかなもっともっと<場>多分人生で。<laughs> <laughs> 人生で多分進んでいくと、いろんなことを忘れていくのよ。けど厄年時にこれあったなで思い出しやすいかもしれないからいいかもしれない本当に。なるほど。そうそうそう。そういうのない限りで本当忘れちゃう。よ。だからみんな厄年のことを覚えてるんだ。全然抱てくださるんだ。じゃ記憶のとっかかりみたいなはあ。例えばこちらは岡地町博士は文京区にお住まいです。厄年って悪いことが起きる年だと考えている人多くないですか。 私も昔はそう思っていましたしかし、うん、薬除けで有名な西洗い大師のお坊さんに聞いたところ、うん、悪いことが起きるのではなく体が変化するから健康に気をつけましょう、うん、ということですそれを聞いてから気持ちが楽になりましたうん、うん、確かにこの健康体にガタがきやすいみたいなのもあると思うんですよ、うんうん、だってみんな、ね、男も女も61歳に設定されてるから高年期ってことかな いろんなものも見つかるでしょうしね。こちらはラジオネームさんでですすね私今年後42歳の方あろうことか先月の3日の日職場で転倒してしまい膝のお皿に小さな骨折お皿は大変じゃないですか全治3か月間の見込み。 しばらく仕事を休むことになった私「厄、うん、年当たってしまったか」と落ち込むところ、うん、しかし私は帰っっっててて休めてよかったと思っていますい、うん、それまで休まず仕事をしてきたのできっと神様が「休め」と言ったと思います、うん、まずは1年間良くも悪くも元気に過ごしますと冷静に考えたら自分が大きな怪我した時とかも厄年じゃないね。 バイクで事故って両腕骨折したのも26とかそれぐらいだからしかあんま関係ないよね,そ,ねそれだったら24にやってたらーって覚えてるかもしれないけどやっぱ役年じゃないとこでなんか怪我とかもやってるからうん、うん、意外と俺の中では、うん、な流れてっちゃってるもんかもしれないそうですね。 確かにちょっと印人生の印みたいなものが大きいのかもしれないけど体の変化があるっていうのもすごい納得もいきますねこれもはい、うん、こちらはラジオネームあきらさんですねさ、はいたま市にお住まいです役年は深く考えずに、うん、むしろ役年は自分の人生を良い方向に変えるためのチャンスおのだと思っています、うん、今までの経験や積み重ねてきた実績をベースに会社員であれば部下のため うん、家庭であれば家族のためなど、はい、誰かの役に立つことができるとしにあったああすごいというよい考え方にしていますそれエンディングでもう一回言ってもう一回もうもう一回何なんだよさっきか <laughs> エンディングにためとくシステム <laughs> 役に立った立つことができる、うん、あなんかすげえす 素敵な言葉です。確かにこの男性の二十四歳とかって就職してすぐだったりとか、まあ女性の十八歳もこうなんか節目ではあるじゃないですか。そういうところになんかあえて設けられてるような気もしてきました。確かに。じゃ必要っていうことですね。役年は。必要。うん。後から必要に本人は今そうね大変の感じちゃうかもわかんないけど。本当なんか思い出すと確かに三十代の時役人。 結構でかい存在だったかも。うん、私さっきね。うん、あの、はい、いいことしかありませんでした。みたいなことを言ってたけども、うん、なんだかんだ36の時、あのたまたまフラッと入ったお寺で厄除けやってもらったりしたんですよね。その時に<い>そう意外と言ってた言ってたんで、その時思ったのが。 あのお願いしたら受けすぐその場で受けてくれて、はい、えとやってくれたんですよ。うん、でその厄除けがなんかちょっとガレージロックみたいな,なんかすごいお,、えー、お,お経がさめっちゃドライブ聞いた。 木魚なんかドラムロールみたいな感じでめっちゃいい演奏のやつだったのですごい最高じゃんみたいな一人だけのためにあのバンドを結成されてやってくれるみたいな感じですごい最高とか思ったんだけどもあのさあこうお寺の方もお忙しい中、えー、いきなり。 ふらりとやってきた30代の女に役除けの演奏演奏後役除けの儀式をするのさ結構迷惑だったなと思ってこういうのやっぱり予約していった方がいいなって反省しましたまあねいろんな予約受け付けてるとかありますからちょっと役除けのエピソードもリスナーのあなたからぜひ教えてほしいここの役除け良かったよって体験をもとにみんなで共有していけたらなと思いますまた厄年以外にもこれは知らない方が良かったと思ったこともお待ちしています メールアドレスおいでよ a t m a r k JOQR.net です。